この地獄谷には温泉が湧いております。いつのことでしたか、人間様の入る露天風呂に猿が入るようになりました。まあ人間に近い猿のことですから、温泉に入ったからといってそんなに驚くことはないんでしょうか。でもそのきっかけを作ったのは小猿だったといいます。小さな子供たちは好奇心が強いんですね。今では年寄りたちも入っています。この巴というばあさん猿など痛く気に入った様子ですな。3月に入ってからのことでした。偶然見たものは、あれはメルリウスという名のメスの猿です。何か手に持っております。死んだ赤ん坊です。死産だったんでしょうか、それとも生きて生まれ一度は乳を含ませた赤ん坊だったんでしょうか。もう魂が離れてしまった小さな体、それでもこの母親は一時なりとも目を離しません。確かにこれは異様なことかもしれません。しかしこれが日本猿の母性愛なんです。メルリウスの姿を見ているとそんな思いが湧いてきます。日本猿の社会は母系家族、特に母親と子供、それも娘との結びつきが群れの暮らしの要となります。モズとモミジは今その幸せをかみしめているんです。メルリウスが死んだ赤ん坊を持って現れた3日後のこと、野猿公苑の人たちはまだ持ち歩いているのを見てかわいそうだけど取り上げることにしました。それは一瞬のことでした。メルリウスには何が起こったのかは分かりません。何事かとモズ親子が見つめています。胸をかきむしるようなメルリウスの叫びはこの日一日中谷間にこだましておりました。